シンプルしませんかのお時間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初顔合わせですね。そうで、え？違う！え？いや。ということで、本日のゲストは、この方です。はい、プリンスです。プリンス、よろしくお願いします。はい、そうですね。はい、プリンスが今日紹介してくれるのはシンプル2000シリーズの、はい、今日はザ・恋愛アドベンチャービタースウィートフーズというゲームですね。わあ、さすがプリンスですね。素敵な感じにちょっと、はい、もともとこれはですね、パソコン版の時はインタラクティブノベルズっていうことで、インタラクティブノベルズ、うん、まあ、はい、双方向の双方向で楽しむ小説ってことですね。で、やったゲームなんですけれども、はい、まあですからゲームっていうほど、まあ、難しいというよりかは、うん、すごくねやってみるとストーリーの中に引き込まれていく感じがします。あ、うん、じゃあ、ゲームに不慣れな人でもどちらかというとゲームをするというよりは物語を読んでいく、うん、そうそうそう、読んでいくというか、うん、それもノベルズっていうよりかは小説、うん、小説を読んでるっていうよりかは何か映画の一コマを見てるような、うん、あ、じゃあ映画の出演者になったような気分で。そうです、まあ、出演者というより、いや出演者というよりかは、うん、まあ観客かな、うん、そう、そういうような物語ですね。へ、うん、じゃあ早速ゲームの方を、はい、やってみましょう。はい、はい、じゃあこちらコントローラー自体をじゃあ、そうですね、今日はお渡ししてお願いしたいと思います。はい、はい、では、はい、ムービー自体もすごく綺麗ですね。そうですね、すごく、イラストが作り込まれているので、うん、まあ、イラストもそうだし、あと物語の中でゲームの中で使われている音楽もすごく、たくさん作られていて、いろいろ何種類も作られていて、すごく音楽が凝ってます。あ、じゃあすごくボリュームがあるように感じることができるってことですかね。そうですね、はい、ということで、はい、今スタート画面に来てるんですけれど、はい、まあ始めてみましょう。はい、お願いします。まあゲームのタイトルがビタースイートフールス、日本語に訳すとほろ苦い嘘。うん、どんな嘘、どんな嘘なのか気になりますね。ほろ苦い嘘って確かにどんなのか困るかもしれませんが、舞台がこれはイタリアのフィレンツェでのラブストーリーですね。ロマンチックなところですね。そうですね、行ってみたいんです。行ってみたことあります？いや、行ったことがないですねそう、このゲームの特徴はね、実際やってみると僕もあんまり、もともとイタリアってよくわからないことがあったんですけれど、うんうんうん、すごくこのゲームをやってみて、うん、イタリアに行ってみたく僕はなりました。そうなんですか、うん、じゃあイタリアのその街自体の説明なんかも、ね、街というよりか、多く有名な教会だとか建物とか、あと広場だとか、そういったところがたくさん出てくるんですね。で、そういったところをその登場人物たちが舞台、うんうんうん、そういったところを舞台に楽しんでいく、のが恋愛を進める、まあまあ、恋愛だけじゃないんですけどね、そういう街の、地元の人たちの触れ合いとかっていうような、うん、そういったストーリーなんですね。じゃあちょっと旅行してるような気分で、うん、そうですね、横から見ている僕ら観客にとっては旅行感覚で楽しめるかもしれませんね。いいですね、うん、で、まあオープニングが夜なんですけれど、はい、基本的にここの登場人物っていうのは、うん、裏の社会で生きている人たちが主人公になります。例えばそれは殺し屋みたいな職業であったり、うんうん、あとはまあなんていうかな、裏社会の何か仕事人みたいな、そんな人たちがたくさん出てきます。それともう一つ、まあちょっとあまりここでは最初からは言えないんだけれども、実はまあ人間とちょっと違う人たちも実はこうやって登場してきます。へー、あ、すごい楽しみですね。うん、本当に人間ではない人たち、うん、人間ではない、まあ最後までその正体ってよくわからないんだけれど、うんうんうん、まあ言ってみたら天使というか妖精というか、うん、そういった人たちが出てくるんですね。それはなかなかまたドラマ性を盛り立てる、ね、そうですね。でこの登場人物、まあ、ここにもう夜の実はこれ教会の上にこの2人はいます。そんなところから物語が始まっていくわけですね。そうですね、まあ、これはまだプロローグなので、うん、後で主人公たちが出てくるんですけれども、はい、こういった形で、物語が進んでいきます。
でこれ音も聞いてほしいんですけれども、はい、この後、まあ、この登場人物たちがいろいろなことを喋ってくれるんですけれども、うんうんうん、これ全てセリフにいい声が入ってます。フルボイス。フルボイスですね。すごいボリュームですね。これはまだセリフがないかな、もう少しするともうパッケージを見ただけでもとにかく女の子の数が結構いますよね。そう、女の子もそうですし、うん、それとやっぱりサソレを支えていく、そのを取り巻く男性たちもすごく素敵な人たちばっかりですね。ドラマに出てくる人間の数が多ければ多いほど、それはドラマはどんどん膨らみますけど、 そうですね、その分ボイスも多くなっていく、ね、そうです。もうすごい、だからボイ、先ほども言ったように音楽もたくさんあるし、うん、セリフも全てボイス、フルボイスになってますから、うん、非常にボリュームのたっぷりなのですね。それとゲームなんだけどすごくこれストーリーが作り込まれていて、うん、しっかり作られているので、うん、本当に楽しめると思います。はい。それともともとこれパソコン、先ほども言いましたけどパソコンでやったゲームなんですけれども、すでにドリームキャストや、ドリームキャストでも出てます。ただ、それぞれの、ドリームキャスト版やパソコン版と違ってオリジナルのアニメーションがずっとありますので、それがオリジナルのストーリーが入っていますので、はい、そうなんだ、うん、じゃあこれを買ってより一層このゲーム他のシリーズをやってきた人も、そうですね、新しい新鮮な感覚で楽しめると思いますよ。はい、わかりました、うん、ちなみに今まだプロローグ、そうですね、これがすごくゲームなんですけれども、うん、これってあまり選択肢っていうのはポイントポイントでしかないんですね、うん、ですから、まあこれはもうずっと文字を楽しんでいくんですけれどもね、うん、この世界にどんどん引き込まれていく。そうですね、ちなみに王子はやり込んできていただいたという話で一応ね、一通りワンストーリーは楽しんだんですけれども、うん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 、実はまだその選択を選んだ答え次第では、はい、2つ目の物語、3つ目の物語、4つ目の物語とたくさんいくつか出てくるんですね、うんうん、そのセーブのやり方とか、はい、うん、例えば労働の仕方とかっていうのが、はい、初めての人は分かりづらいかなという部分があるんですけど、うん、ね、ところが、実はこれ三角ボタンを押すとですね、もうどこでもセーブロードができます。はい。でちょっともう、時間もそれほどないので、そのやり込んだ部分のところに行ってみましょうか。あ、結構な数、はい、24、保存できるんですけれども、はい、じゃあこう気になるところの選択肢の前でセーブしたりとかすれば、そうですね、いろんな物語がまたそこから分岐していくかも、うん、という感じですね。そういうなります。で、例えばこれは途中のところなんですけれども、こういうもうお昼のところですね、はい、そうすると、実はこれ一人がアランさん、一人目の主人公がアランさんという、これはまあいわばスナイパーですね。で、はい。いやいやいや、闇社会ですね。闇社会ですね。はい。で、このスナイパーが、スナイパーである彼は、まあ、いろいろを取り巻く、こういう、例えば、実は彼が預かって、彼が、しばらく身元を預かることになった T という女の子が、はい、まあ、彼のパートナーになるんですけれども、例えばその、彼が借りているアパートの、アパートの下が実はこれ花屋さんになってます。うん、そうなんだ。でこの花屋さんにはこの、まあ、ソリノさんという女の子、はい、それとそのソリノさんの友達の女の子が実はこの彼女なんですね。名前が、オルミナという、オルミナちゃん、はい、この2人が、まあ、このアランのストーリーの方の物語です。でそれともう一つ、ストーリーがあるんですが、はい、もう一つのストーリーが実はありまして、もう、こちらの主人公がですね、はい、ということは主人公も何人も変わって楽しむことができる。そうですね、主人公は基本的に2人になりますね。もう一人が、あ、同じやつか、ごめんなさい、間違えた、大丈夫ですか失礼しました。分かんなくなっちゃうんですよね、これね。どれよりだったか、メモ書きがないってたんですね。そうですね。もう一つのストーリーが、はい、まあ、仕事としては、まあ、スナイパーではないんだけれども、うんうん、まあ、ボスの命令に従っていろいろそういう闇の仕事を引き受けているのがこのパレルモという、はい、パレルモさんと、それとこのその仲間3人で動いてるんですけど、はい、例えば彼らなんかはその
誰かを拘束して、うんうんうん、その闇の人間に突き出したりっていうようなこともするわけですね。でその彼の取り、のパートナーが、うん、このレーニエという女の子なんだけど、はい、実はこの子はちょっと秘密があるんですね。あ、それもやっぱり進めていって、うん、いろんなところでうまいこと分岐を渡っていけば、ね、彼女の話も見られて、いろいろ見られます。うん、それともう一つ、このゲームの特徴なんですけれども、はい、こうやっていろんなストーリーをクリアする中で、クリアというか通ったストーリーのところはこういうアルバムという形で見ることができます。はい、その物語の中で開いたスキルと言われる静止画ですね。そうですね、静止画がこうやってアルバムという形でアーカイブされています。はい、で例えばそうですね、こういう何か意味深な場面が、はい、この場面を見るだけでどういうストーリーだったかっていうのをプレイする。そうですね、自分のやったところで見ることができます。でまだここには、全部、はい、全てのストーリーを見ているわけではないので、はい、これをどんどんコンプリートするという楽しみもあります。はい、はい、ありがとうございます。本当に読んでいくっていう楽しみがすごくボリュームある感じですね。はい、単なる小説としてじゃなくて、うん、音楽と一緒に楽しみながら、はい、まあ、音楽を聴いたりセリフを楽しんだりということができる一本です。うん、はい、まさか2000円でこんなに作り込んである。そうですね、すごくボリュームたっぷりですから、すごくかなり長い間楽しめると思います。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ご紹介しましたのはシンプル2000シリーズボリューム9、はい、はい、恋愛アドベンチャービタースイッチでした。ありがとうございます。ではまた、バイバイ。